今回で締めということになるんですが、石川選手の、まあ、野球をなさってきての分岐点を伺いたいなと思うんですが、はい、分岐点ですね、はい、野球を始められたのが小学3年生から生、はい、でプロ16年、そうですね、横浜高校を経て、はいはい、長いですね。どんなことがありましたか？長かったですね、うん、とりあえずまず初めの分岐点って言ったら本当に、まあ、横浜高校に入れた、はい、渡辺監督と小倉部長に出会えたことが多分一番最初の分岐点だと、はい、あの高校3年間がなかったら多分、まあ、プロにもなれ、日本航空行ってプロになれてたんかなって思いますけどね。保育士さんとかになっちゃったかなっていう。だから本当に高校3年間は結構濃い3年間でした、ね、うん、はい、あそこでもう野球っていうものを教えていただいたなっていうのがすごいありますね、うん、はい、うん、その次はございますか？その次は、うん、やっぱりさっきも言いましたけど、まあ、森本ひとりさんだったり渡辺直人さんで、まあすごいいい先輩にたくさん出会えたっていうのもあるんですけど、はい、まあ、その中でも今ジャイアンツのコーチやられてる村田修一さん、はい、まあ、ベイスターズで、あの FA でまあジャイアンツ行きましたけど、はい、ベイスターズ時代に本当めちゃめちゃお世話になって、あ、村田修一ってかっこいいなっていう、まあ、自主トレも一緒に行ってましたし、まあ、よくご飯とかも誘っていただきましたし、まあ、引退する時とかも挨拶もちゃんと行きましたし、もうすごいお世話になったですね。うーん、思い出もめっちゃいっぱいありますし。あ、そうですか。すごかったですね。あ、もうそれは村田選手から声かけてくださって、まあ、最初はすごいイメージ的に怖いじゃないですか、うん、男だけど、男って思うんですよ、はい、だけど本当に僕みたいなやつでもちゃんと接したら野球とかも教えてくれますし、うん、話しかけたら全然普通に、うん、あの話しかけ、あ、まあ、話してくれますし、はい、まあ、それも、まあ、誘っていただいたんですけど、ええ、嬉しかったですね。緊張はしなかったですか？いや、最初やっぱ冗談言えるか言えないかみたいな感じの時あるじゃないですか。はいはい、初めが肝心ですよね。いやでも緊張しましたよ。そうですよね、やっぱり、はい、だけど、まあ、器でかいんで、うーん、全然大丈夫でした。じゃあまあ可愛がって、いやマジでお世話になりました。本当にそうなんですね。美味しいものもたくさん食べさせてもらいました。はい、あ、でもベイスターズはそのいい関係、先輩後輩、まあ、多いですね、はい、という感じなんですね。村田さんには本当に感謝します。うーん、あー、その思いがすごくひしひしと伝わってまいりました、はい、ありがとうございます。ということで、もうたくさんいろいろなお話を欲張って伺ってまいりましたが、ね、最後に、はい、まあ、ご覧の皆さんもここ気になってらっしゃるかなとは思うんですが、はい、今後、あ、僕の今後ですか？僕の今後、そんな興味あります？みんな、まあまあどうなんでしょうか。何かこう決まってらっしゃることがあればというところもありますし、まあ、その広い意味での、そうですね、うん、本当に特に何も決まってなくて、うん、まあ、解説の仕事とかもさせていただきましたけど、はい、本当にそれがもう定期的に入ってるとかっていうのもなくて、うん、まあ、しばらく、まあ、僕も少しちょっとゆっくりしたいなっていうのはあるんですけど、まあ、人生どうなるかわからないんで、はい、まあ、コーチの話とかもコーチもしてみたいなとは思いますけど、でもやっぱ僕ももっと勉強しなきゃいけないと思うし、まあ、その中途半端で引き受けて、まあ、選手たちにも迷惑かけれないんで、まあ、しっかりして勉強とかちゃんとできた上で、まあ、やらせていただけるんだったらやりたいですし、まあ、そうじゃなくてもやっぱり野球だけじゃなくて、まあ、スポーツ界に何かしら恩返しができるようにっていう、まあ、思いは多少なりともあります、ね、特に何か決まってるってわけでもないんですけど、はい、まあ、スポーツ界っていうのに恩返しはしたいなっていう思いはすごいあります、まあ、もちろん野球もそうですけど、まあ、野球だけじゃなくて
いろんなこうスポーツを見て、まあ、そこから野球、まあ、野球しかしたことないんで、まあ、それがバスケットでも、まあ、サッカーでも他の競技で勉強になることがあればそういうのも吸収していきたいなっていうのはすごい思います。ぜひ野球で培ったものというものもこれから生かして生かされながらそして石川さんの今後の人生というのを楽しんでいただきたいなと思います。まあ、日々勉強ですね。日々勉強、はい、本当にそうですね。やっぱ難しいんでね、まあ、解説とかもやらせていただきましたけど、はい、ちょっとSNS がざわついてましたね。いや本当にその時は本当にねやっぱ難しいんですよ。あれ難しい難しい。喋ること喋ってこう言葉で伝えるっていうのはすごいやっぱ難しかったですね。さまざまな場所でのご活躍というのを期待して頑張ります。おります。本当に貴重なお時間ありがとうございました。ありがとうございます。ということで、石川武宏さんに、伺ってまいりました。最後にですね、皆様にプレゼントがございます。石川さんがかぶってそして来てくださっているこの OB クラブのオリジナルキャップそして T シャツをプレゼントいたします。詳しくは概要欄から、ご確認ください。どしどしご応募くださいということで、石川武宏さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。今日は、新興園にあるセノンスポーツゼロに来ました。 OB クラブベースボールメディアで、ここを使わせてもらってます。こんな施設もあります。疲れた後は酸素カプセルで癒しましょう。じゃあね。一緒だわ。セノンスポーツゼロにスピードガンが導入されました。101 107 110いきます。111ピンピンピン。